この子の名前はじゃん、ロッキーです。イエイ、ロッキーだよ。ロッキーかわいい。ロッキーつける、つける。ロッキー、そう、他のワンちゃんに夢中ですね。はい、結構かわいいよね。でもね、かわいい、かわいい。善逸のね、羽織をね、作ってあげました。本当にめっちゃかわいいです。久々のロッキー動画ということで、痛いなぁ。はるき、はい、はるき、みなさん、やはり、みなさん、や、はい、あーん、カップルですね。食べたい、食べたい、はい、あーん、いいよ、いいよ。ごめんね、またして。おいしい、こぼしまくってますけど。どうも、ロキかっこ悪いよ。首にめっちゃかっこいいのつけて。あ、眠い。ロッキー、パパになるかもしれません。パパ、ロッキー大丈夫だよ。おやすみなさい。痛い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 。欲しい。嬉しいの？嬉しい？はいはい、分かった分かった分かったって分かったって。ものがあって、はい、あ、ほら、いいですか？はい、心の準備を、はい、いただいて、はい、はい、行きます。はい、じゃーん。嬉しい。見て、見てるの。怖い。昨日、21日の日に、はい、生まれて、かわいい。こんな感じで、かわいい。ありがとうございます。ロッキーに似てる子ばかりです。はい。かわいい。君パパだよ。かわいい。かわいい。みんな元気だね。うん。ありがとうございます。はい。皆さんこんにちは。今日やっとロッキーのベイビーたちに会いに行きます。テレビ電話のサプライズ、もうめちゃくちゃ嬉しかったし、びっくりして、で、それからプリダさんとお話しして、目が開いた頃に来た方がいいかなって言ってて、でも 2,3 週間経ったの、そのサプライズから。でも目が開いて、もうよちよちし始めたらしいので、もうドキドキなんだけど、ロッキージュニアに会いに行きます。7匹楽しみ。はい、もう着きました。おー、やばい、超心臓バクバクしてるし、だってロッキーの血がつながったベイビーたちだよ。7匹もいるの、楽しみ。じゃあ会いに行きます。ドキドキ。感動の。かわいい。
目綺麗だね。これ女の子かわいい。ほら尻尾とかも似てる、そっくり。ああ、ね、柄の入り方、うん、ロッキー結構このね、この辺白いですもんね、うん、みんなこのね、この線がね、ロッキーの線が入ってそうですね、かわいいロッキーの子だなって感じかわいいめっちゃ綺麗ね。うん、綺麗。かわいい。見て、舐めてる。あ、噛んでる。かわいい。ゆうが、待って。じゃあこの子抱っこするね。かわいい。この子は女の子。かわいい。この子色は綺麗ですよね。綺麗。なんかね、グレーっぽいね、色が。かわいい。かわいい。耳ちっちゃい。ちっちゃ。かわいい。耳ちっちゃい。耳ちっちゃい。マリオみたいな耳。ロッキーはピンク。肉球めっちゃプニプニしてる。寝てる。そう。うん。寝てる。寝てる？かわいい。もうちょっとで、離乳食始まるぐらいかな。見てかわいい。男の子だ。見てかわいい寝てる。かわいいね。うん。そっくりだね、この子。そう、うん、ロッキーと見てたもん、うん、ロッキー色とかも女の子？女の子？ロッキーの色とかわいい、足、ちっちゃ足見て、耳ちっちゃい。外で食べてください。見て、かわいい。みんなかわいい。うん、みんなかわいい。見て、かわいい。見て、よし。かわいい。皆さん、ロッキーのベイビーたちです。で、めっちゃかわいい。見て、口開いてる。あ、ごめんね、ごめんね。嫌だった。見て、かわいい。
男の子がこの子とこの子とこの子だね。で他は女の子です。でこの色かわいいね、綺麗。一匹だけね、全然違う。で一番似てるのがねこの子なんですよ。でもこの子女の子、かわいい。見て口かわいい。どっちかな、いや決められない。この子かな、一番似てる。足がね、靴下履いてるみたいじゃない。かわいい、ちっちゃい。ロッキーの足こんな、こんくらいだよ。かわいい。どっちかわからない。わかんないな、決められない。もう決められない、全然。これかわいい。じゃあ、この子抱っこする。ごめんね。この子は男の子。かわいい。見て、かわいいね。眠いみたい。はい、はい、ごめんね。あ、ごめんね。はい。かわいい、見て。あ、かわいい。明日で3週間らしいですね。マジかわいい、めちゃくちゃ。見て見て、お腹出してる。かわいい。この子女の子ですね。お腹がまん丸。うん。あ、この子のロッキー似てるよ。あ、この子がね、めっちゃロッキー似てんの。かわいい。もうみんな眠そうだね。みんな寝てる。見て見て見て。ちょっとくわえてる。かわいい。かわいい、見て、お腹まん丸なんだけど。はい、この子ね、もう3週間前に生まれて、でもしね、この子たちはね、家族に迎え入れたいっていう方がいたら、あの概要欄にブリーダーさんのインスタの URL 貼っておくので、見てみてください。でも、あの前にも動画でもね、お話ししたんだけど、ロッキーの子供だからとかじゃなくて、ちゃんとピットブルを飼える方、ちゃんとよく家族と話し合ってから、まあね、ロッキーについて、ピットブルについてとかは、この動画に詳しくお話ししてるので、その動画ちゃんと見た上で、育てられるか話し合ってから、あのインスタに行ってみてください。本当に可愛いです。ね、見て、可愛い。はい、じゃあ皆さん本当にね、今日は会えてよかったです。かわいいね、バイバイ。ごめんね、いっぱい抱っこして。もう多分お母さんとこ戻りたいんで、バイバイ。かわいい。かわいい。もうね、見て、肉球がさ、ピンクなの。ロッキーも真っ暗でカチカチなのにプニプニ。かわいいですね。見て、この子超ピンク。かわいい。見て、この口がかわいい。でも尻もかわいい。はい、バイバイ。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 はい、ということでね、いやもうめちゃくちゃ可愛くて、ほんと感動した。あのね、2年前にね、サプライズでロッキーが家族になって、まさかその時はさ、ロッキーの子供ができるなんて思ってもなかったから、本当に嬉しくて。まあね、今回いっぱいね、触ったんだけど、もうみんな可愛くて、まだどの子を家族にするかね、決めてないんだけど、1ヶ月後に引き取りに行く時までにはね、決めたいと思います。で、明日には1匹ずつ抱っこして紹介するね、あの様子の動画をアップするので、楽しみにしててください。で、まあ、さっきも言った通り、もしね、あの家族として迎え入れたいっていう人がいたら、もう簡単には決めないで、本当にね、どの犬もそうなんだけど、ピットブルは運動量とかもいろいろね、大変なので、本当に簡単には決めずに、よーく家族と話し合って、概要欄のね、ブリーダーさんのインスタ飛んでみてください。
じゃあね、明日の超かわいいロッキーベイビーたちの動画でお会いしましょう。バイバーイ。